つらは誰だ。なぜ私を起こせようとしている。いや、私はまだ準備ができてない。怖い。あいつらのメスを見ると私、化け物のように異類のように扱いされると分かった。いや、私は化け物なんかじゃない。こんな目で私を見ないでくれ。このようなみんなはこんな目で私を見てるのですか。私は何のために存在しているのだ。もしかして私の存在は何の意味もないのでは。なのに、なんで私を起こそうとしているの。このままずっと眠させてくれればいいのに。ああ、疲れた。誰にも邪魔されたくないの。ハンター司令官として、あなたは今十分に成熟していません。私はあなたのパートナーを推薦します。そうです、彼女の名前はミアです。なぜ、あなたは動揺していますか。お前、残りについてはあまり言いませんが、将来は仲良くなって一緒に進行していきます。どうも、私はミア。おい人間、訓練の時間だ。こんなのどうでもいいこと。さっさとトレーニング始まるよ。いいからいいから、アギリア教官は待ってる。先に行くよ。今日また遅刻。いいから言い訳無用。今日のことは大目に見てやるよ。今日も実戦訓練だ。その前にテストをさせてもらおう。陣形の役割また覚えているか。いや、教えてやれ。はい。陣形は前方部隊と後方部隊に分かられて、前方部隊は先手を取る反面、受けるダメージもでかい。後方部隊は攻撃ペースが遅いけど、前方部隊より安全のため敵からの攻撃を避けられる。もちろん後方部隊に狙う陣形もあるので、任期応変に陣形を変わるのが常則。よく説明をできたね。さて、次はバズ、ミアは手本を見せるから。
よくやりました、ミア。しかしこんな程度じゃ正式のハンターにはならない。もっと強くなるため努力は不可欠だ。必要となる素材を使えば肉体と装備の強化ができる。ミア、手本を見せてやって。はい。敵の居場所を教えてくれ。確かに体が微妙に変化したことは感じる。強化し続けていけばいずれ大きい変化を感じるよ。さて次は実戦訓練だ。今回はもっと手応えがある相手を連れてきたよ。気を抜くなよ。戦闘の基本は身につけたようだね。次はハンター試験の準備だ。ハンター試験を合格できればあなたたちは正式。しかしこの前に仲間を集めてチームを強くするのが優先に考えるべきことだよ。ではスクールはここまでだ。あとはあなたたち自分自体だ。うん、まだ余地があるので先に行くよ。ミア、バカ生徒を任せるよ。はい。こんな細胞人間の形式はもう古い。今処理に連れて行くところだ。惜しい？こんな古い形式は置いても用がない。いいだろう、好きにせよ。正直私たちもこんな面倒なことをやりたくないし。
て捨てられて、あなたたちは。私を襲ったのはあなたですね。じゃあ、あなたは私のマスターだ。マスターの言うことなら何だってやるよ。たとえ命でも欲しくない。もちろんです。私はシルティ、よろしくね。私は魔法使いだ。技を強化してくれれば敵の防御力だって減らしてやれるよ。気づいたよね。今私たちの攻撃は敵の前方部隊にしか攻撃できない。時には敵の前方部隊が手強くいため、先に後方部隊の敵をやっつけた方法が勝ち目がある。スターライアンスは私たちのために3つの陣機を作ってくれた。戦況によって選ぶのだ。超遠距離型スナイパーライフルは敵後方部隊を狙撃できます。敵の居場所を教えてくれ。スナイパーライフルは装備すれば戦闘中に使えるようになるよ。こうやって敵の後方部隊を直撃できたよね。早速実践してみましょう。集中したいので静かに言ってくれ。私の出番だね。
よくやりました、ミア。短時間で大量の物資を入手したければ快速探検を申し込むことができるよ。一瞬で大量物資をもらえるの。素材の集め以外には戦闘中の戦利品の収集もやるの。それらを活用して自分のチームをさらに強くできるよ。さて、実戦訓練を続けようか。治療タイプの仲間が必要と思うな。戦闘中傷を治してくれると戦いももっと長く続けることが、特殊で簡単に仲間を増やすことができる。そういえばこの前ちょうどチームを探している治癒タイプの細胞人間を見かけたよ。没収機能はランダムでキャラクターの DNA 細胞を入手できる。すべての細胞を集めて合成できればそのキャラクターは仲間になってくれるよ。ミオナよ、よろしくね。フィオナよ、よろしくね。フィオナです。治療上手の仲間を探していると聞いていますが、先に声をかけてやったのはこっちよ。私みたいな治療タイプの技しか使えない細胞人間は持っていないよね。本当に役に立てて嬉しいです。では訓練を続けましょう。試験までもうすぐだ。私の出陣を忘れないでね。傷を治してあげるよ。
前方部隊と後方部隊を同時に打ち倒したければ、陣機の中の日本刀を使うのよ。集中したいので、静かに行ってくれ。実戦訓練を始めるよ。戦場。さて、実戦訓練を続けよう。今回はもっと手こだいがある相手を連れてきたよ。気を抜くなよ。配置もバッチリ。今回のテストのテーマはチームミア。陣機を釜に書いて、こうやって私たちはコンボ技を出せる。テストで役に立つはずだ。はい。戦場は私が非力役。印象とかはあるか？隠れや？あ、
あなたたち本当ついてないね。久しぶりです、浄化したさん。まさか今回の相手は、あ、クレアか。手加減はしないよ。ところで、あの時のクソガキはこんなにでかくなったか。浄化したさん、私はやるじゃないか、クソよ。では始めようか。ミア、今だ。私の技に合わせて合体技を出すのよ。了解。私たちの負けたよ、アクレア。そこの人、ミアって言うだね。勘違いかどうかわからないけど、まだズンブの実力を出し切ってないようだね。あなた以外のメンバー全員合格。仲間がそばにいなければあなたは何もできないよね。あなたたちが勝つことは事実として、当然合格を認めるよ。だが調子に乗るなよ。ジョーカスカさんの言うと、でも戦闘だけが全てじゃない。ザクや陣形を臨機応変に変えるのも大事なこと。そこだけは忘れないとね。あなたは立派なリーダーになれると信じてますから。最後ハンター試験合格的でおめでとう。ミアもな、おめでとう。さて次からはあなたたち自分自体だ。一人前のギルドハンターを目指していきましょう。プレゼント、どうやら誰かさんが物事を分かってきたのようだね。敵の居場所を教えてくれ。あらら、あんたさ、大胆だね。変態、ド変態。